はい、大丈夫ですかね。はい、それでは始めていきましょう。第255回 KF ゼロネーム紅白戦、はい、スタートしましたね。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。やっていきます。もう気づけば255回でございます。もう8月半ばですね。早いですね。で、今日先方がアカリン VS ナソウさんなんですが、島子さん側が、今夜はサラダに島子で、2P 側ナソウさんが今日のご飯は焼き肉をという感じになっております。はい、で、まあ、2人ともこうやっぱ毎回言うんですけど、かなり上達が目覚ましいんですが、今日もまあ動画上げたときに、ナソさんがね、やっぱすごい日に日に成長してるなっていう感じを特に感じます。結構編集中試合を追ったりするんですけど、特になんかハイデルに変えたのがこういい方向に働いた感じがするなっていう感じしますね。ナソさんに合ってたっていうのもあるでしょう。で、試合の方はテリー対アンディ。お、今のちょっと危なかったですね。めくりになりかねない勢いだった。まあ、もうちょっと島子さんが攻撃早く出してれば多分めくれてましたね。ここは弱弱で追っ払う。さあここでハイデルン、これが多分テリー側かなり厳しいと思われます。近づくのがまず結構きついですね。あ、うまい。あれ判定もほぼ出っ放しだし、空対空の技としてはかなり優秀ですね。で、これも基本的には多分マキシマが大変なんですが、ハイデルも最後までこうしっかり立ち回らなきゃいけないですね。結構怖い組み合わせ。まずは追っ払って飛ばしに引っかかってしまい、ここは間に合わない。あ、ここは対照戦、非常にいい勝負。さあここで逆転。さあ早出しからミラージュが当たって画面端、追いかけるものの、ここは確定しない。これようやく決まる。前がちょっと遠かった。サプライズがドアンテだったか。さあ前提に投げ飛ばして取れない。あれあれ、うわ、よくそっちが出たな。さあこれまた体力が逆転する。さあしかしこれワンチャン出ない。あ、ファイナルフォーメーションが出なかった。で、小野ちゃんがワンピガーです。さあ、まあ小野ちゃんがかなりぶっ込むスタイルなので、そこをどうさばいていけるかってところでしょうかね。さあそして焼き肉を側先方に、キングを投入。さあしっかり仕込んであって、さあお互い投げ合う。
てか本当ケルフ独特ですよね、あの通常投げの勝ち合った時お互い何も出なくなるっていう。おめくりしっかりガードして、2ヒットつながっている。うん、追い込み、まああそこ難しいな。吹っ飛ばし置いててもなんか相打ちになりそうな感じだったな。さあ入ってくる、引っ掛けて中段にムーン、まあ中段警戒している。かなりいい状態で取り返したので、また振り出しに戻る感じですかね。中堅戦がより、これもなんかちょっとたびたびどっち有利だみたいな話になるんですが、難しいところですね。ジャンプが鋭いのでクロスがめんどくさいんですけど、その鋭い分ビタで噛み合うことも多く、お互いが難しいですね。あ、ここはムーンを出してしまう。おちゃんが、一歩リードして大将にアンディ、ここは下、さあ今のはいいダッシュ前転ですね。さあおもちゃんがゲージを抱えているので、なんとか、まあ、でかい一発を当てたいところでしょう。さあガーキャンして上を取っていく、あれは出てる時の判定は相当なもんなのでね、なかなか一方勝ちっていうのも難しいですね、あの状況は特に。はい、一発当てて微妙にタイミングが遅れている。チェーンまで当たって中盤ガード、あー惜しい、最大のチャンスを逃してしまったが、さあ攻めのジャパンが当たりゼロドット、これは苦しいか、さすがに。あそこ惜しかったですね、コンボのチャンスが。はい、FC さん、FC 八重桜、久しぶりですね、FC さんね。はい、デュエル以来多分プレーも、多分デュエルから多分数えるほどしかやってないんじゃないかなと思われますが、まあ、多忙な方ですからね。ああ、そしてこのキャラ、同キャラ戦。ああ、順番はちょっと違いますが、寄りたい今日からかな。ああ、これもまあなんか結構いい勝負に見えるんですが、まあ、バランスがいいのが強側で、ちょっと攻めに尖ってんのがイオリといった感じでしょうかね。さあ逃がさない、さあまたも D 投げで、今度は前転したので表に行く。めくりはガードして攻守が入れ替わって、さあしかしあの端攻めがだいぶ効いてますね。あ、しかし綺麗にターンが入れ替わっている。相打ちになって裏に出ている、しっかり。さあ割れるが、割れるか、うまい、フォローがうまいですね。うん、相手が発動した時とか発動ミスした後って結構難しいですよね、キャラによってはそこからまたフォローされるというかされやすいし。プラス、まあなんか
その間ゲージがたまらないから早く殺したいとこなんですけど、それもちょっと怖かったりね。うおー、マジか。あー、ちょっと決まらないが、そこそこのダメージを奪い、しゃがんでいる。ここはミニッツ一発返して、うまい、ガーキャンを釣る。ああ、今度はしっかりガーキャン。さあ、先鋒戦のキャラが入れ替わった感じですね。あ、見ていて、おっと、なんかすごいな今。これは今度はしっかり決まる。さあ CS さんです。 CS 部長おめでとうございます。すごいな。で、あ、CS さんは今回はアンディ1番。あ、この順番はかなりいいですね。アンディは基本的になんか、そこまで振りつくキャラがいないだろうから、まあ、安定のキャラと言える。そして2番手に K ダッシュがこうどっしり構えてるのがいいですね。あ、しかしここはうまくジャンプシーンめくっていく。お、すげえ、ノーキャンかな。ノーキャンってか、そもそもキャンセルかかんないか。さあ取りに行くが冷たくガード。あ、強倍率返して隠ってんのかな、あれ。しかし小野ちゃんのゲージがゼロ。ここは蹴出して粘りたいとこですね。これ取ればまだ。おお、ここはしっかり決める。こっからでもこの状況だと K ダッシュに抜かれる可能性があるのがやはり K ダッシュすごいですね。いやー、しかし飛びがバッチしかみ合う。ああ、しばれが2連チャンで当たるが、ここででかい一発が刺さる。クズカズからここは発動選択。ああ、ちょっと安くなってしまいましたが、状況は依然有利。しゃがめない、八乙女出ないか、苦しい。はい、OK ですね。さあ、明太仮面さんがスーピー側。さあ、ジョーも本当少ないですね。なんか最近 ATM 先生もいないから。あ、今来た山さんも一時期使ってましたけど、ジョーは。さあ、先ほどから小野ちゃんがだいぶノリノリになってますね。さあ、ここはレッドを止めてジャンプシー強い。いやー、漏れてしまった。
しっかり決まる。ちょい痛めしないとつながらないコンボですね。お、すごい。さあ、おちゃんの勢いが凄まじく、ちょっとメタイカメさんも困り気味ですね。しかしここはうまくミラージュ返して発動していく。うわ、すごい。今のすごいな、一連の流れが。さあ、 NC が出る前に ND で潰していく。今すごいな、うまい。あれなんだ、垂直 A かな。あ、しかしメタカメさんはこのキャラ結構逆転してるのをよく見るので、まだまだ油断はできないといったところでしょうか。さあ、ゆちから、ああ、見ていたが奈落が強い。まあちょっと位置も悪かったですかね。さあ、正面ガードして中ラン。ああいうのに、まあ大体のキャラ抗えないですけど、いよりの場合は特にですね。判定もちょっと真上はあれは落とせないですね、さすがにね。さあ、開幕前転が通って、さあちょっともう危ない、リーチがかかったところ、厳しい。さあ、即死が入る4ゲージ。はい、 OK です。あ、本日は、まあ、出たい方からどんどん出ていくシステムになってますんで、よろしくお願いします。で、ティアナさんが、ワンピーガーですね。さあ、これはどうなんだろうな。ハリケーンアッパーが、まあ、かなり邪魔そうですね。しかし一度あの状態になってしまえば、まあどのキャラもあまり変わらないですね。さあ、うまく差し込んで、あ、とりあえずガーキャン。すごい。さあ、勝利で返していく。弱で暴れて、さあしっかり垂直を置いてある。中段返して、そうですね、もう離れてチクチクもなかなかやっていられない状況ですからね。さあ、続いてかすみ。さあ、吹っ飛ばしカウンターから、さあ、エンディ返して。さあ、強い。さあ、画面端はちょっと危ないか。しかし、うまく抜けて、見ている。ここは削り切る。あそこ、難しいところですよね。まあ、死なないためにはガーキャン使うしかないんだけど、なんとも言えないところ。絶妙な読み合いですね。さあ、危ない。
さあ、メタカメさん側がうまくペースを握り、画面端へ継続からのジャンプD。さあ、ハイデの1枚。さあ、やはりハイデルン前転に弱いので意識して結構崩しにかかってますね、ムエタイカメさん側が。さあ、ハイハダシ、相打ちから前転前転、ここは痛い、ちょっと厳しいですね。ゲージは抱えてますが、なかなかハイデルンこう、マジか、ゲージ吐きづらいですよね、あの状況は。はい、プーさん、はい、お久しぶりです。あ、プーさん、まあキャラが5キャラぐらいでだいたい回してる感じだと思うんですけど、まあ、チョイはもう唯一と言ってもいいほどの、まあ、キムもそうなんだけど、まあ、キムはね、ゴーさんがいるからね。ここはちょっとプーさんも一歩譲らざるを得ないところでしょう。まあ、キム対ジョーというなかなか珍しい組み合わせ、どうなんだろうな。無重視であればもうなんかキムがボコボコにして終わる絵しか見えないんですが、ここはしっかり早出しにはしゃがみ B 確定させて、キムはもうしゃがみ B にキャンセルがかかるようになったぐらいかな。あとは軒並み厳しくなったのかな。あ、うまい、狙いうまかったですね、届かなかったけど。禁止の間合いがね、相当狭くなったのが、まあ、一番厳しいかな。さあ、うまい。さあ、非常に展開が速くなり、そうか、飛翔客削れないのか。さあ、下、最後は下段からの中段、0秒が長い。さあ、ジョンが2番。さあ、構えてじっくり詰めて。まあ、ジョンもね、遠距離だとなんか、まあ、触るまでは結構ゆっくりいくキャラなんで、ジョンはそういうキャラ結構得意ですからね、基本的には。さあ、下がって構えて様子を見る。さあ、下くぐれない、ゲージを払ってしまったのがちょっと痛いか。さあ、2段抜けて、さあ待って、うっ、厳しい今の。さあ、ゲージがないので絡まれたらきついですが、絡みに行くまでこのキャラ非常にめんどくさい、痛い。さあ、カクテル中段当てて、中段、そうですね、ゲージがないのがこの状態は苦しいな。このままチョイに回った時かなり残酷なことになりそうだけど、さあ、少しでも粘りたいところですね。メタイカメさんは逆にこのままうまく倒していきたいところ。相打ちから、いやー、痛い、これチョイ大丈夫かな。これ苦しそうだな。そもそもがちょっときつく見えるんだよな、チョイ側が。そうですね、もうちまちま行くしかないとこでしょうか。あ、しかしここはなけなしの1ゲージをここで払う。あ、しかしまだ怖い。さあ、うまく間合いを取ってますが、一度触られないように
ですね。ゲージがないときはあれだからな。うまい。さあ、しかしまだ怖い。さあ、ここは使っていく。ああ、そうなんだ。そっか、竜巻。ああ、ああ、ああ、そんなバカな。だあ、消えてなかった厳しいすごい試合が見てしまった。さあ、もう後半戦でしょうか。ゆきんこさんがワンピー側に座ります。さあ、本日は強化ダッシュネームレス。おお、マジか、禁止になった。ああ、惜しい。さあ、しかし攻めは継続している。とあれ系の、なんて言うんだろうな、あのモーションのジャンプシーンっていうか、ジョーとかのあれ系の攻撃って軒並み強いですよね。まあ、K なしはなんかちょっと違う気がするけど、まあ強いんだけど、まあジョーとかシャンフェイとか、あとは裏ロバとかかな、なんかあのモーションのジャンプシーン本当強いですね、どれも。さあ、ここはしゃがんでしまったが、ゆきんこさんが先鋒戦取って続いてキング。これ多分キング側は結構やりやすそうに見えるな。そうですね、遠心に対するのはまああの足払いとギリギリ前を外したノーマルジャンプとかなのかな、リスクを負わせるのは。ここはトルネードキックが決まって、金子さん中央拳が蹴らして、これもまあ幾度となく行われてきた対戦ですが、結構 K ダッシュがキング戦慣れてないとなかなか勝つのは意外に難しい組み合わせですね。うお、ま、これはキングの飯が刺さり、下がってベノム、うまい。あ、うまいな。さあ、対象がネームレス、4ゲージ。さあ、NC を潰して、ここは打ってしまう。ゲージ温存、ジャンプ飛ばし重ねて、お、禁止がかくっている。雨、さあ、ここは仕留める。追いかけるしゃがみし、ここからがもう主張ですね。さあ、パワー側もゲージをだいぶ抱えているので、ネームレス側がねちょっと前へとか振りづらいというか、ほぼ振れないみたいな状況なので、いやー、惜しい。さあ、フォローが効くかどうか。フォローが効く。ここは強昇竜締めて、さあ、危ない。すごい怪しい。ああ、まだ分かんない。ガーキャン安全に画面端をキープ、抜けて、あ、これはさすがにかくってしまう。